フォートナイトでヒーローになれる雑学、初心者だからって毎回やられたって大丈夫。フォートナイト始めたての初心者はゲーム内では敵なしの最強生物なんです。理由は毎回ロビーに帰れるのと基本無料プレイってことだ。フォートナイト初めてのプレイヤーはもさや上級者の格好の餌だが、成長し強くなった初心者は基本的に敵なしだ。だがたまに建築を間違ってモサにやられてしまうことがある。しかしフォートナイト初心者さんはロビーに戻るだけなので死ぬことはない。それどころかすぐにもう一度バスに乗り込み島へ飛び降りることができる。もちろんモサも前のバトルでやられてしまうこともあるので、初心者は無傷で生還。わお、防御こそ最大の攻撃、強くなれマタダブラザー。